はい、こんにちは。カメラマンの村誠一です。今回はですね、初心者の方にモノクロで撮りませんかっていうような、そんなテーマで新築業員に行ってきました。実際自分はですね、どっちが多いかって言ったら、もちろんカラーのが多いんですけど、時々ねモノクロで撮ったりとか、まあそういう表現もするんですね。どうしてもね、最初の頃っていうのはね、もうカラーで撮るっていうのが、まあ、頭の中にあると思うんですけど、これ入り口なんですね。入ってすぐのところに、まあ、こういう、まあ、ケータリングっていうかね、なんかサンドイッチかなんか売るんでしょうね、やつが止めてあったんですね。でこれってよくね、最近こういろんなところでイベントなんかで見る、まあ、車なんですけど、まあ、これね結構絵になるんですよね。普段見慣れないし、ツヤとかね、こういうこう映り込みとかっていうのを、こういうの取り込んでみたりすると、またあの変わった新鮮な感じに撮れたりしますよね。こういう時っていうのは、まあ実際これはあのメンバーサイトだとカラーで全部紹介してるんですけど、でもモノクロでねやるっていうのも非常におしゃれですよね。とても新宿御苑なんて思えないしね。このモノクロにすることによってまた違うので、ぜひね、初心者の方はこういうねモノクロにもトライしてみてほしいんですよね。始めた時がモノクロだったのでね、まずモノクロの現像の仕方がわからないとプロカメラマンにはなれないなんて時代だったんですけど、今はもうライトルームって明るい部屋で現像ができる時代が来ちゃったわけですよね。まあ、カラーで撮れてるものっていうのをモノクロにすることによって、まあ、すごく新鮮に見えるっていうこともあると思うんですよね。ぜひね、こういうことやってほしいと思うんですよね。で次にこの出てくるものっていうのは、シャドウ部だけをモノクロに変換するって方法をしてるんですね。で最近はこういうソフトがもうすごい優れてるので、このシャドウ部だけをモノクロにこう落とすことによって、また今までに見ない世界が起きるので、まあ、ぜひねこういうのも現像でトライしてみてください。シャドウ側だけをモノクロに変換するって方法なんですけどね、まあ、それによってこの雰囲気がまた全然違ったものが出てくるんでね、こういうこともやってみていいと思うんですよね。今日はモノクロで撮るぞ、今日は一日モノクロにするぞとかって、まあ、決めてね撮るのもいいと思うんですよね。最近のねあの M10 モノクローム以外はね、もうモノクロで撮ってもね、後でやっぱりカラーにしとけばよかったっていう時にカラーで変換できるので、まあ、その、まあ、失敗はないと思うんですけど、まあ、ぜひねモノクロに変換してやるっていうこともね、ぜひこうやられてほしいですね。でこれ同じ新宿御苑でもね、モノクロで、まあ、GoPro で撮ってるんですけど、モノクロで表現するだけで違うね、また新宿御苑にこう見えるわけですよね。自分で見てもね、モノクロで見ると、あ、なんかいいなとかってこう思うわけですね、この動画で見てもね。でこれはですね、家内と2人でランチに行ったんだけど、こういうね食事が新宿御苑でも食べられるなんて初めて知ったので、いかに自分が何も調べてないかっていうのがよくわかると思うんですよね。こういう感じで、まあ、カメラを構えて撮ってるんですよね。まあ自分はそのパッと見て何かこう感じたらカメラを向けて撮るみたいな感じなんですけど、今の時期っていうのはどうしてもなんて紅葉でもないし、色もないし、花もない意味少ないっていうかね、そうすると、まあ、撮影するのにちょっとこう不向きな部分はあるんですけど、モノクロにすることによってまた違う紅葉とか、そういうし、まあだから今からのシーズン、もうちょっとの間だけはモノクロだけで撮り続けるっていうのも面白いと思うので、ぜひねトライしてみてください。まあ、このようにねモノクロに変換するだけで、あの辺りの景色までが変わって見えてくるっていう、そのモノクロのこう不思議さがあるわけですよね。でこれをぜひね、やってみてください。でモノクロのこう出し方っていうのは、まあ、ハイライトをね、ハイライトを飛ばして少しこうコントラストをつけるモノクロもあれば、ハイライトを抑えた、まあ、全体にフラットな表現っていう方法もあるんで、これどちらかはね自分が選択して、まあ、最初からハイライト飛ばしたくないっていう気持ちがあるんだったら、まあ、最初からもうアンダー目に撮っておいてシャドウ部だけ持ち上げるみたいな方法をやればいいと思うんですよね。これ GoPro で撮ってるのでモノクロに変換するとハイライト部分はどうしてももう飛んじゃうわけですよね。こうマスクの、まあ、それもそうなんですけど、まあ、こうやってね
あの後で直した時に変更が効かないっていう設定もあるので、まあ、ライカの場合無点モノクロームなんか特にね、まあ、ハイライトが飛びやすいっていうのがあるので、まあ、最初からランダムに撮ってどっちかでもっていうハイライトをね抑えてやる方法もあると思うんですよね。やっぱモノクロにするっていうだけで同じ新宿御苑でも全然よく見えると思うんですよね。で自分はこんなねたすき掛けにしてますけど、そのカバンを持ってるのは GoPro をね持ってるので、 GoPro をねこうあの手で持ってると撮影ができないので、そのカバンの中、左側に持ってるそのカバンの中をパッて入れて、まあ、やるっていう方法を取ってるんですけど、まあ本当にあれですよね、まあ、自分もこういう時はもう本当どっかのおっさんやなって感じがすると思うんですよね。まあ新宿御苑もね、まだこれからちょうど今の時期っていうのは、まあ、花とかそういうのもこれから新しいいろんな花でこう入れ替えが行われてね、音質もまあ大きく変わる時期だなと思うんですよね。 M11 で撮ってモノクロに変換してるんですけど、この M11 はね高画素なんで変換した後もノイズもないし、その荒れるってことがないのがこの M11 の良さだと思うんですよね。で最初からまあそれをまあ嫌っていいものを作るって言ったら M10 モノクロームがいいと思うんですよ。でこれ、まあ、カラーでこれだけ出したんですけど、これはねもう本当に綺麗な花に出会ったなと思ったんだけど、どうしても背景が抜けてるから背景を潰すわけいかないと、このこれが全く黒バックかなんかで撮ったらもっと撮り方が変わると思うんだけど、まあ、この花が咲いてるとかちょっと遠いので、まあ、これが限界でしたね。近くにこう咲いてこのようにね美しい花が近くに咲いてたらうわーっと思って、これだけで結構自分はしびれてこれだけを撮りまくってたかもしれないですけど、まあこれ仕方ないですね。もう入ってはいけないっていうのがあるので、御苑っていうのはねこういうふうにあの上から見ても綺麗だし上からも撮れるので、もしね行かれてない方はね御苑なんか行ってみるといいと思うんですよ。で自分はまあ年パスを買って、行ってるんですよ。1回行くと500円なんですよね。ところが 年パスを買うと2000円で何回行ってもいいので、季節感関係なく近くでね何度か行かれるって言ったらもう4回行けばもう2000円ですからね。でその桜のシーズンとか紅葉のシーズンとかですね、いろんな年間を通じて楽しめるので、まあ中でのんびりするっていうのもかなりいいと思うんですよね。でこうモノクロでこう実際見てみるとこういうところもおしゃれにかなり見えるので、まあ、実際ねモノクロだけでモノクロ設定にしてモノクロだけで撮るって言えば紅葉とか関係なくまたいろんなところがいろんな風に見えてくるので、まあ、これもいいと思うんですよね。自分はもう M10 モノクロームを持ってねやるときは多いんですけど、今 M11 をね買っていろいろテストしてるので、いろんなこうレンズとかを交換しながら、まあ、模索中ですね。一番ベストと思われる自分が出したい自分が狙っているもの、 M11 だったらこういうものが撮れるはずだっていうようなモヤモヤしたものが自分の頭の中にあるわけですよね。でこのモヤモヤ感っていうのをどうやったらねこの自分が思うようにこういけるのかなって、まあ、来年2月に個展をやるってこともあって、まあ、M11 のねで撮った写真もね1点は入れたいなっていう気持ちがあったので、まあいろいろこう M11 を持ってって、いろいろ撮らなきゃいけないなと思うんですよね。で、まあ、M11 ってのは難しいカメラで、まあ実際ね6000万画素っていう高画素ではあるんだけど、まあどうしてもねブレ防止とかついてるわけじゃないので、その、まあ、キャノンとかそういうんだったら、まあ、ブレ防止がねついてるから全くカメラブレッド起きないんだけど、まあ、初めてねライカなんか使われた方なんていうのはもうカメラブレっていうのがひどいっていうのを感じられると思うんですよね。少し分かったことをね、まあ、ここで述べられるっていうのは、まあ、最低でもね250以上ですね、500分の1ぐらい、まあ、切ってほしいと思うんですよね。そのためにねどうしても絞り込んで撮影するってことは、まあ、少なくなってしまうんですけど、絞りは解放、まあ、どうしてもモデルさんとかねタレントさん撮ることが多いので絞って撮るってことが昔からないんですね。で、まあ、そのためにあんまりこう絞りを絞ってやるっていうことはないんですよね。で昔のね今ね流行ってるオールドレンズなんて昔の時代なんていうのは
絞りをね2段ぐらい絞るとすごくいいと言われてるのは、どうしてもねやっぱりその周辺の解像度が弱かったんだけど、まあ、今回のねライカ出てきたアポズミクロンなんていうのは逆に絞り解放の方が自分的に見たらもう全然解像力は高いっていう感じがすると思うんですよね。絞っていくとその良さが出てこないっていうのかな。でまあこれなんかはねオクトレンダーのねクラシックっていう、まあ、50mm のレンズなんですけど、これねちょっとこうソフトフォーカスがかかったような、まあ、昔のなんか柔らかい良さがあるので、まあ、これも面白いですね、このレンズもね。でこういうものもね星名さんからお借りしてね、まあ、いろいろテストしてるんですけど、これね家内が、撮ってるんですよね。これライカ Q2 で撮ってるんですけど、まあ、最近ねマニュアルでずっと家内が撮り続けてきたせいかね、非常に写真が上手くなった。それで自分の表現するものが分かってきたんでしょうね。写真がすごい楽しくなったっていうことなんで、楽しみ方もあるでしょうね。でやっぱり写真も楽しくなってほしい、写真をこれからこう楽しくこう過ごし写真で過ごしてほしいって考えていけば、マニュアルで自分が撮りたいものを設定するってことですよね。ライカの M10 モノクロームなんかだとハイライトを生かすためにアンダー目に3分の2ぐらいアンダーで撮るっていうのもあるんですけど、まあ、そのままで逆にハイライトを飛ばしてしまうっていうそのね方法もあって、これなんていうのは実際まあアンダー目に撮らないで普通に撮るとこうやってハイライト部がまあ飛んでしまうんですよね。でもこれもまあモノクロの良さですからね。そのハイライト以外の中間調からシャドウにかけての描写っていうのはもう非常に優れてるわけですよね。でやっぱこの良さが M10 モノクロームの良さなんですよね。これやっぱり最初にこのモノクロームっていうのを、まあ、手にして撮影を始めると最初はびっくりすると思うんですよね。テストでお借りしてこれを実際撮ってみると、こんなにすげえのかって言ってまず虜になっちゃうと思うんですよね。でこれはアポズミクロンでモノクロームで撮ったやつなんですね。でやっぱりこのヌメッとしたこの描写っていうのはアポズミクロン特有なんですよね。 M10 モノクロームなんかだとズミクロンなんかで撮るのもすごい好きですね。柔らかさが出てこの硬い、どうしても M10 モノクロームはハイライトが飛びやすいってこともあるので、逆にそれを柔らかくする高コントラストのものを少し柔らかく表現するっていう方が自分はどっちかというと好きですけど、どっちもやればいいと思うんですよね。自分もこうやってハイライトを飛ばして中間調を豊かにこうやるっていうその表現も自分は好きなんですけど、かないと言ったんですけど、これキヤノンで撮ってるんですけど、キヤノンでもねモノクロなんてのもうこうやってロー現像だけしっかりすればもう素晴らしいモノクロができるので、見た感じはねもうキヤノンで全然モノクロでも綺麗に出るので、いろいろこうチャレンジしてみてください。でモノクロっていうのはね本当にねモノクロ取り出すとまあ当然カラーも取りたくはなるんだけど面白さが倍増になりますよね。特にこういうポートレートを撮るときっていうのはモノクロの良さっていうのは本当に出てくるわけですよね。もちろんこれねキヤノンだからポートレートでカラーなんかも描写っていうのはもうシャープでクリアだから、まあ、カラーもどちらもいいんですけど、モノクロにするとよりねよりまたインパクトを感じる、まあ、素晴らしい作品になるんですね。でこれも、まあ、スナップなんですけど、まあ、モノクロにすることによって、まあ、良さがこう増してくるっていうのを、まあ、海外で撮影したりするとこのようにね何でもなく見えるんだけど、これがちょっとおしゃれに見えてくるから不思議ですよね。やっぱモノクロの良さっていうのはこういうとこにあると思うんですよね。これはもう最初からモノクロ表現っていうことでやってるんですけど、まあ、モノクロのこの高コントラスト夕方の光でコントラストの強いこう砂漠のこう写真の良さっていうのがモノクロ特有のものがあると思うんですよね。これとこの時にもしね M10 モノクロームをね自分が持っていたとしたら、ああもうちょっと違っただろうななんていうちょっと後悔はしたりしてますけど、またねモノクロ M10 モノクロームを持って、まあ、ぜひね撮りに行きたいと今企画中なんですけど、まあね今本当にコロナ禍でもあるし円安でもあるしね、
前みたいに簡単にはいけなくなってしまったと思うんですよね。でも、まあ、これモノクロでね、まあ、表現するもうカラーよりも絶対モノクロなんですよね。でこれなぜかって言ったらこれねもうピーカンの時に上からの光が強い時なのでこういう時ってあの色がねなかなかないかな。夕方の光になってくるとね淡い光がこう横から差してくるので、まあ、全然変わってくるんですけどこれもそうですね。モノクロであの高コントラスト、まあね、影を見ると分かるけど真上からの強い光が差してる時ってのはこう高コントラストで地面がこうね飛ぶような感じで背景も空をこうね青空が落ちてきて、まあ、こういうモノクロもいいですよね。モノクロは本当にいいと思うんですよね。自分はそのカラーもいいと思うんですけど、まあ、モノクロでだけのこう、ね、写真集も作ってもいいかなっていうぐらいですよね。モノクロでないと表現できない写真の世界ってもあると思うんですよ。これなんかそうですよね。これなんていうのは、まあ、車がこうどうしてもこうなんていうか口当てた感じだからこれのこう良さを出してくるっていうのも自分はモノクロしかないなと思ってるんですよね。中途半端な、まあ、色もあると思うんですけど夕方の光でね夕日の中でこういうのを撮ればまた違うんですけどどうしてもねこのもう炎天下で移動しながら撮ってるので時間帯も選べない。この土地にですね、まあ、少し 2,3 日泊まって朝夕撮れば違うと思うんですよね、まあ、こういうのもそうですね、まあ、雲の感じなんていうのはもうモノクロで撮るからもう本当にこう良さがこう引き立つ。こう雲がねこういう風にこういい雲が出てくれるからよりこう写真がこうインパクト出てくるんですけどこれが後ろがね何にもない先ほどのような何にもないよりは当然雲がねそのさっきの車の写真なんかそうですけどこういう雲がもしね背景にあったとすれば車もねより強調してよりこうなんかインパクトあるですよね。でこれですね、まあ、発売されたばっかりですけどカメラホリックから写真家10人の旅っていうことで、まあ、ここにねあの出させていただいたんですけど12ページこれはもうモノクロじゃなくてあモノクロも少し入ってるんですけど、まあ、実際ほとんどカラーで、まあ、自分が、家内と2人で旅をした、まあ実際なんていうんですかねロケでは何度も行ってんだけど、まあ、その時にねタレントさんは撮ってるけど風景ほとんど撮っていないっていうね、まあ、自分の後悔ですね。もう一回まあ、こういうところに行って、まあ、自分で撮りたいっていうことがあったのでこの、10人の写真家の旅っていうのもぜひねあのご覧になっていただけたら嬉しいです。これはですねあのやっぱりモノクロでしかねこの良さっていうのは自分は出ないかなって気がするんですよね。ポートレートのこのインパクトのこの力強さっていうのはもうモノクロでなければ絶対出てこないっていうのが、まあ、自分のこう思ってることですけどね皆さんどう思われるか分かんないですけどぜひね、まあ、この辺のところもあのモノクロっていうのをもう一度、考えられて撮られてはいかがでしょうか。またねよかったらチャンネル登録していただいて、またお会いしましょう。ありがとうございました。よろしくお願いします。You're the only reason, you're the only reason I'm free.